マニー大橋のマニーはマニアックなマニーです。今週のうんちくです。バイオハザードさんファイナル楽しみなんですけど、やっぱりですねこの映画でも非常に見どころは特殊メイクなんですね。特殊メイクの歴史を振り返ってみますと、1939年オズの魔法使いでカカシとかブリケとかそういうので、まあ特殊メイクが出るけど、特殊メイクはその後猿の惑星とかそういうので、まあ飛躍的にエクソシストとかで70年代に発達した、もうこういうねこうゾンビメイクっていうのが流行ったわけですよ。1968年のナイトオブザリビングデッドっていう映画なんですけど、そこで、まあ、ゾンビメイクが で忘れちゃいけないのはマイケル・ジャクソンのスリラーっていうミュージックビデオで飛躍的に特殊メイクの技術がこんな風に傷が、あもううるせえ、出てきて、まあ、それが、まあ、ハリウッドの特殊メイクの発展にもつながったという、まだ1分経たないのか今みたいなところなんですけど、特殊メイクがどんなに CG が発達してもやっぱりホラー映画とか SF 映画の主力になってるっていうところが非常に見どころで、今回のバイオハザードもどんな特殊メイクが楽しみです。早く終わってくれ。映画バイオハザードザファイナルに出演しているモデルのローラさんのモノマネを川北がやります。どうぞ。ローラだよ。映画バイオハザードザファイナルにはモデルのローラさんが出演していますということで、はい、ローラさんのモノマネ3、2、1、はい、ローラだよ。するんかい。するんかい。俺がするんじゃなかったと思って。